全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い、11番セレスティアル、すっと前につけます。2番手12番スカーレットキング、16番ウォルトディズニー先頭に入れ替わります。その後は18番レッフーズ、各馬1コーナーに入っていきます。内から5番ミレニアムマシリカ、1馬身相手7番フォーマンエマス、3馬身相手1番ツータン、外から10番赤ちゃんカラー、17番スノーフランキー真ん中あたりにつけています。内から15番ホウホウスーパー、少し差が開いて13番エイシンゴット、2コーナーを抜けて向こう正面、内押さえて6番リョウノラブソング、そのうち2番リュウユーシック、1馬身相手14番キングロマンス。1000m の通過タイムは1分0秒0。内から4番柿のぞみ、そのうち3番ラビット、少し差が開いて9番キングオブパワー、最後方は8番テイトプケトガス。冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上、先頭代わってノルトリズリー、後ろに11番セレスティアル、18番レッグーザ後位をキープ。各馬大欅の向こうを通過。内から5番ミレニアムマシリカ、内側12番スカーレットキング、これを見るように内側7番フォーマンエマス、3馬身相手1番ツータン、長い府中の直線 500m に入ります。さあ直線勝負、4頭が固まり直線勝負。400を切って先頭セレスティアル、その後ミレニアムマシリカ、セレスティアル先頭、ミレニアムマシリカ並びそうだ、ミレニアムマシリカ先頭に立った。 200m を通過した。ミレニアムマシリカ足色は衰えない。ミレニアムマシリカ粘る。ミレニアムマシリカ1着でゴール。勝ったのはミレニアムマシリカ、鞍上は海老名正義騎手。ミレニアムマシリカブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着フォーマンエマス、3着は混戦の模様です。